ベイト級めっちゃありますよ。ペンシルいけんじゃないですか、いきなり。うん、ちょっと投げてみた方がいいよ。完璧ですね。さあ今日はクエスト 9.5 しっといんで初めて出てみます。そして西野さんと一緒にエモーションのトップオンリーで行きたいんですけど、ちょっと雰囲気ありますよね。ちょっとごめん、ベイト系が今あるんで、ペンシルベイトからスタートしていこうかなと思います。で、今日はスーパーレイティブと BP のショーティーとフィッシュテールグリップをつけたロベルソンのレジオングリップ、この辺いきなりベイト系があるな。すごい安定してますね、このカヤック。迷うな、これ左行くか右行くか。ずれそう。疲れた時はガンディーニやね。出た。出た。出た。うん。ガンディーニ。ふんふん。よし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 、いいサイズ、いいサイズ。ガンディーニ出ました。こわ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 、よしよっしゃー、ガンディーニフィッシュ、よしガンディーニです。ありがとうございます。41、40アップ、40アップですね。ガンディーニ、ガンディーニ強いですね。ガンディーニ今年ガンディーニしか勝てないサポーター。あー危ない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 、あ行っちゃった。いいや、 OK です。いるないるないるな、ちっちゃいベイトが。ボイルですね、あれボイル。釣れるな。
よっしゃ。一撃。よっしゃ。よっしゃ、ボイルしてるなと思ったんだよね、今な。三八。よっしゃ、これでかい。これでかいよ。巻かれそう巻かれそう巻かれそう。これでかい、やばい。巻かれる巻かれる巻かれる。ナマズか。ナマズだ。ナマズです。うわ、キャットちゃんか。でかいかと思ったら。ワンダー釣れるな。でもワンダーです。やはり困った時の。さあ、もう入りそうだ。よっしゃ、おら、アメリカン、アメリカンキャット。でもいいですよね、これだけ走れば。結構走れますか、スピードも。まあまあ、とんがってるから、とんがってるからですね。結構傾きも、傾き、まさに回転性が悪いわけでもないです。